ノーフォークはイギリス海軍の重巡洋艦、カウンティ90巡洋艦の一隻。艦名はノーフォークにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。1927年7月に5番のフェアフィールド造船造機会社において寄港され、1928年12月に浸水した。収益は1930年4月30日だった。百三十一年九月、 ノーホークは後にインバーゴードン反乱として知られる反乱の部隊となった。その後1932年まで本国艦隊に所属し、1932年から1934年まではアメリカの西インド諸島方面で任務に就いた。1935年から1939年まで東インド方面で行動した後、改装のため1939年に帰国した。 第二次世界大戦が始まった時はまだ造船所のドック内にあった。北方の船団護送任務に従事して、ロシアの入り江に入港したノーフォークと駆逐艦部隊。1939年、戦争の勃発に伴いノーフォークは、本国艦隊の第18巡洋艦船艦隊に配属され、ドイツの総交艦アドミラル、シェイアばかりでなく、巡洋戦艦グナイゼナウとシャルンホルストなどの、 追跡任務に就いた。そしてそれによって受けた多数の損傷の修理を行ったが、それが主要部分の階層に及ぶことはなかった。ベルファストで行われた最初の修理は、戦艦ロイヤルオークを撃沈したドイツ潜水艦 U-47 の魚雷の資金団によるものであった。その後間もなく、ノーフォークは激しい空襲によって損傷を受け、クライド側において、 さらなる修理を受けることを余儀なくされた。そしてこれらの修理がすべて完了した後、隊員交渉で新兵器、レーダーセットの装備が行われた。1940年12月、ノーフォークは南大西洋において、軽部隊の一員として、フリータウンから出発する、戦団護衛に任ずるとともに、アドミラルシェアの、そして1941年1月には、 仮想巡洋艦コルモランの捜索を命じられた。2月には大西洋の兵員輸送船団の護衛任務に就いたが、5月にアイスランド海域に戻された。ノーフォークはビスマルクを指認した2番目の船となった。そして、戦艦ロドニーとキング・ジョージ5世がビスマルクを沈めるまで追尾し続けた。9月からは苛烈な北極船団の護衛を担当した。ノーフォークは輸送船団。 JW55 バイトが1943年12月26日にシャルンホルストの攻撃を受けたとき、それを護衛する巡洋艦部隊の一員であり相手に3発の命中弾を与えた。シャルンホルストは退避し、後に戦艦デューク・オブ・ヨークの部隊に撃沈された。出迎えの群衆にノーフォーク艦上から手を振るノルウェー王族その戦闘で、 損傷を負ったノーフォークはタインにおいて修理に入ったため歴史的なノルマンディ上陸作戦には関与できなかった。1945年1月11日から12日にかけての夜、ノーフォーク、K12 洋館ベローナ、駆逐艦、オンスロー、オーウェル、オンスローとはノルウェー沖でドイツの戦団を攻撃3隻中2隻を撃沈した他越えの 官邸のうち一隻も撃沈した。戦争が終わると、ロンドンに5年間亡命していたノルウェー王室をオスロに運んだ後、プリマスを立って非常に重要な修理のためにマルタに向かった。その後、東インドで東インド艦隊司令長官の機関を務めた。1949年、帰国したノーフォークは予備官となり、1950年1月3日に、 スクラップとしてブリティッシュスチール社に売却された。同年2月14日から19日にかけてニューポートに移動し、22年間に及ぶ栄光の生涯に終止符を打つ。彼女の生涯は、その最後に至るまで軍艦、ノーフォークの決闘に多大な武勲を刻んだと言えよう。ありがとうございます。